してからって。そう、ディスコードで一回確認してからやるといいっす。はい。はい。はい、ほな。お願いします。お願いします。お願いします。怖い。違いますよ。あ、くそ、やりたかった、インポスター殺したかった。マジインポスターやっても処刈りしたかったわ。殺しまく、ちょ、怖、なんだ、大丈夫か。おい、大名行列で食うんだよ。うららロビン、うららロビン、久しぶりだな俺。ナビゲーションめっちゃ入ってるやん。もう早速監視カメラ見てるやついるし、やってんな。ロビン、モンキー、御曹司、うらら、カメラ見てくれてるからここでやるか。これインポスター、あ、オキシゲン乗った。520090、キョウちゃんだけ来たな。みんな使いこなしてんな、やっぱゲーマーやな、使いこなしとるわ。なんか追っかけてきてる。お、うわ、何？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 これ一旦なんか長かったんで。あ、うわ、あれ？え、ちょっと待って、いや、数秒前に真ん中押しただけなんで、見つけたわけではございません。普通に時間が長かったから一回止めようかなみたいな感じで思ったら、なるほど、たまたまね、今とりあえず追ったって感じなんですけど、これってやめた方がいいんですかね。あの、死体の場所が分からなくなるんですよ。あ、そうそうそう、これ死体が消えるんですよね。いやいや、時と場合によるんじゃないですかね。あ、でもっていうか、俺の目の前に今死体あって、はい、俺その数秒前にキョウちゃん見たんだよね。え、キョウちゃんね、結構釈迦さんといたんですよね。あ、そうで、 O2 直した時はキョウちゃんが後から来て、で、うん、O2 は俺直して、その後、その時誰かいなかったの、周り、周り俺たち2人だったんだけど、俺その後俺のとこ行った時、僕、うん、打足さんと御曹司さんいましたよ、部屋に、うん、俺ちょうどキョウちゃんとこ通り過ぎて部屋入ったとこなんで、キョウちゃんなんか立ち戻ってなんかタスクやってたのか俺、はいはい、ね、ウェポンズあたりまでキョウちゃんと一緒だったんだけど、その後アドミンに行ったの多分ロビンくんが見てるはず。で、ちょっと聞きたいんですけど、うん、今カフェテリアいたの誰ですか。はい、自分です。ウララさんとモンキー、僕はユナイスで、え、モンキーだって俺がアドミンからカフェテリア向かうときすれ違ってるよ。カフェテリアって一番でかいとこっすよね。そう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 、僕行ったの結構最初の方っすよ。そっからモンキーがカフェテリアからアドミンの方に向かってってんの俺見てんだ、うん、で、あのアドミンで人数が3人って表示されてたんだけども、あ、僕と多分打足さんと御曹司さんじゃないですかね。いや、僕アドミンいました。いや、御曹司さんじゃなくてうららさんじゃないかな。あ、自分はウェポンの方からカフェテリアでその何ボタン押しに行ったって感じです。僕も多分その時通ったっす。あ、モンキーとうららさんってこと。モンキーとうららさんって死体があったなら入るよ、死体も、うん、あの死体見てないんだけど、そもそもどこで死んだかも全然分かった。カフェテリアにもしあったなら3に入る、3のうち1は死体になる、うん、そうだよね、そういう話になるから、うん、そこで誰も見てないのかなっていう。僕見てないっすね。見てないっすね。僕も見てないっすね。見てないっすね。見てないっすね。わかんないから、とりあえず。誰だろう。アドミン。ノー、ワン、ワズ、え、No, was... 右カフェだ。 O2 まで俺一緒だったからな。なんかこのマップ見づらいな。俺別のマップ見よう。ちょっと待って、俺こっちにしよう。おい、監視カメコいるな。カメコ、
ロビン君がひっついてきて回って、ひっついて回ってるってことは48734。土ロビン御曹司、土ロビン御曹司、土ロビン御曹司、アドミンシールド、いまだにマップ名が覚えられないわ。いや、まあ覚えれるんだけど、画像見ながらじゃないと直接脳内に入ってこない。カフェテリアの弁当とか使わないからあんまりなんか、おお、誰、はい、なんだ、はい、見ました。カフェテリアで誰だろう、白い死体、あ、打足さんか。打足さんが死んでるのを僕は目撃しました。はい、その時、ね、なんで目撃したかっていうのは、僕はアドミンでずっと見てたんですけど、セキュリティルームにいるのはなんかずっといるなと思ってて、でシールドに結構たくさん群がってるなって見えてて、なぜかカフェテリアにさっき僕の視点だとモンキーさんが上がっていった時に、あ、モンキーさん上がっていってたんだなと思ったら、上がってた時にはなかったですよ。で僕アレル、アレル君となんかその O2 やろうとした時にアレル君いて、で上上がる時はまだなかったしたい。なるほど。打足さんとすれ違った。打足さんと僕すれ違ってないですね。あ、いや、モンキー。モンキーさん。すれ違ってないです。おで、ちなみに、釈迦さんはどっから来ました今。俺今、シールドからっすね。シールドから右回りっす。結構、ナビゲーション周りで3、4人いたのを監視カメラ見た人が見てるんじゃないかな。うん、見てる、見てる。右回り多かったね。じゃあ、右回り。釈迦さんと一緒にいる人は誰がいますか、他に。僕もありましたね。ロビン君が前にいたかな。ロビン君と御曹司さんと、あ、僕もいました。土さん、土さん、土さんもいました。御曹司さん、はい、今見ました。はい。え、でも、あ、大津のしてたのね。4人いたね。はい。曹司さんが、なんか僕のところにアドミンでいたんですけど、なんか、大津始まった瞬間に、なんか大津こなさずに上の方行ったんですよね。カフェテリア側に。あれですね。もうアレルさんいたの分かってたんで、アレルさんにそっち任せて、僕反対側に走ったって感じです。なるほど、はい。これちなみに釈迦さん、白角タスクってあります？あ、消してます。あ、オッケーです、オッケーです。僕のその見つけた時に近くにいた人は、まあ、釈迦さんと増子さんと俺もいた、俺もいた。あ、そのモンキーさんですね。まあ僕からするとこの3人が今、まあ、近かったんでっていうので。なるほど、まあ、なるほど。まだ分かっていませんけど、もうちょモンキー釣ってみていいですか。何だこれ。え、これモンキーっぽいけど。モンキー、え、あ、やべ、スキップ。あ、何もしてない、俺何もしてない、やってない。ああ、人間のエゴや、これが。これ2人がいますね。緑と茶色い人がいるだってのこれが人間のエゴが、これは、まあ、とりあえず釣られた。あ、まだ。いや、絶対モンキーだろ、もう2回ぐらい続いたからな。あと、あ、ちょっと待って、さっき俺誰だっけな、さっき疑いかかったら誰だっけな、誰だったっけな。クラッチ君はずっとカメコやってるからね、大丈夫で。うわ、誰だっけ、思い出せない。モンキーと、あれ、モンキーと誰だっけな、キョウちゃんの死骸があった時。ツッチさん、ちょっと待って、ツッチさん、うららさんじゃなかったっす。アレルさんでもないでしょ、ツッチさん。今結構モンキーのこと疑ってたから、アレルさんは大丈夫で。あれ誰だっけ、ちょっと思い出せねえわ。オキシゲンすげえなるな。29283。あ、土さんだった気すんな。あ、ん、ん、ん、ビンビンどこだ。ロビンさんか。え、めっちゃ死んでる。2人死んでる。いやー、あ、ほんまや。あ、どうしようか。本気は釣られたんで。あ、そっかそっかそっか。今 3O2 発生して、僕アドミンの方行った時にアドミン見るところで死んでましたね。アドミン見るところは、出ないな。カメラ、誰だっけな。カメラ、ツッチさん入ってなかった。え、どこで死体ありましたっけ今。アドミン、アドミンです。アドミンか。え、今の O2 っすよね、なったん。なったの O2。 僕カフェテリアから上の方から行こうかなと思っとったら、いや、その前アドミンいませんでした。いや、いないっす、いないっす。ちなみにセキュリティーだ人誰ですか。俺っすね、俺っすね。クラッチさんがずっと監視カメラ見てたんで、その直前にアドミンから出てきた人とかがいればって感じ。カメラ見てたら分かるんじゃないですか、ね。うん、通路から出てくる。アドミンの前あるんで。
青かピンクだったんですよね。あ、アレルさんはナビゲーション側にいたからダクト使って出てきた可能性はあるけど、うんうん、でも多分その時監視カメラは多分あれだったと思いますけどね、出てきたの。あ、確かに監視カメラ映ってるかなと。だからアレルさんと俺で O2 側直したんだよね、アドミン側じゃなくて。そうそう、ね、O2 側行きましたね。今セキュリティ見てるのって誰ですかね、すみません、ちょっと俺です。あ、僕です、クラッチです、クラッチです。でクラッチさんですよね。ではい、ロビン君がアドミンに入ってるのを見てるんですよ。青かピンク見てて、見てて、はい、ツッチーさん出てきた気がするけど、どこからですか？いや、アドミンス、アドミンスから絶対ない、え、それ怪しいわ。これクラッチさんが見てました本当にって俺は思って。うん、あ、どこですか、どこですか。クラッチさんはいたんですかっていう。クラッチさんは結構ずっとセキュリティで防犯カメラ見てました。いやでもクラッチさんおかしいですよ、僕アドミンいないですもん。僕もセキュリティ側からカフェテリア行ってますから。ちょっと分かってないの誰だ。え、あ、うららさん何してました？うららさん、ツッチさんはカフェいたんですよね。はい、カフェ。うららさん何してました？ウェポンズの方行ってそこでタスクしてましたね。ウェポンズ、え、O2 なったのですか？あった、 O2 中は普通に移動してました。どっち側にですか？あ、右側、右側です、右側です。俺とアレルさんいましたけど、たどり着かなかったっす。ちなみに、なるほど。やべ、あ、入らんかったか。2人残ってたらちょっとやばいな、これ。これやべえ。いや、でもまあ、モンキー俺黒っぽいけどな。絶対俺。つっちさんかうららさんか。あ、俺タスク終わったって言えばよかったな。タスクそんなに進んでねえな。つっちうらら、つっちうらら、ちょっと後で見に行くか。ちょっとどっちか、どっちかし、あ、やべん、どっちか死んでる可能性あるな。あ、そうだ、タスクの話俺してなかったな、そういや。温蔵氏さんもちょっと俺セルフレポート説あんじゃねえかなって思ってたんだけど、なんか入ってきた瞬間に死んでたって言ってたから。まあでも今の話の流れでいくと、うらら、クラッチ、うらら、アレルで直したね。うらら、アレルで直した。やべ、重なりすぎだ、やべ、怖っ。ちょ、重なりすぎじゃね、ちょっと待って、重なりすぎじゃね。あ、もう俺ついでに言うか。はい、僕タスク終わりましたっていう一応報告と、 あ、はい、あとこれ、あの人狼は死んだらあの味方のサポートできるっていうのと、あと人サイド死んでもタスクやんなきゃこれ、あ、人間脱出できないんで、あ、そうです、ね、一応今、そうそうです、ね、はい、死んだ人もやってくださいって、ね、今死んだ人もやってくださいっていうお知らせで一応押しました。なるほど、はい、じゃあ一応せっかく押したし、誰が怪しい的なことを言っときます一応。いや、マジで申し訳ない、さっきの俺、いや僕はクラッチさんもそうですけど、なんかね、釈迦さんがね、やっぱあのキョウちゃんの時のからずっと、うん、黒く見えちゃってて、僕はね、ああ、なるほど、はい、自分一つ質問いいですか。はい、今デーンデーンってなった時に水色のクラッチさん右側に行ったっすよ最初。あれ、 あれ普通に勘違いですね。O2 だったなと思って体反射的に右行ったけど、あ、左上やっていう、っていうのがあり、ちょっとさっきの周りってことでちょっとさんかな。なるほど。も思っちゃいます。思っちゃいます。まあ投票するな。ちなみに俺タスクカメラ見てたんで、ちょっと残ってます。4つぐらいかな。え、つっちさんあといくつですか？僕もあと3つはあると思います。うららさんは？多分1つじゃないですかね。エレクトリカのとこ2つかな。固まってるか1つか。はい。オッケーです。温蔵氏さんとアレルさんどうですか？エレクトリカの。僕はあと1個です。はい。僕アドミンとウェポンズで近いので。あと2個損です。オッケーです。で、多分ダブルキル起きてないから一人連れてるんじゃないかなって感じがします。うん、モンキーさんかな。モンキーさんしか。人間のエゴやーって言ってたけど。じゃあまあそれ以外ないってことですよね。はい。はい。やべえ、マジ、おん、なんだ今の。やべえ、マジ、おん、うーん、ちょっと俺なんかうららさんと一緒にいたくねえなー。でもうららさん今パッと出てきたんだよな、タスクが。
あと2個っすみたいな。あ、やべ。クラッチアレル温造師、クラッチアレル温造師、土さんがいないな。あ、いる。信頼勝ち取りに来てるような気がしてしょうがねえんだよな俺今みたいな。うららさん2回連続で直してんだよ。なんか信頼勝ち取ろうとしてる感やっぱ、ダメだな。思考がロックされちゃうとダメだな。なんか本当に1回疑わしいって思ったらずっとなんかもうその人が黒前提で考えちゃうんだよな。どうやったらこれ解除できるんだろう。お、すげえ使いこなしてる。クラッチくんいるの、はい、クラッチ温造師アレル土うらら、土うらら、あ、生きてる。あれタスク側の動きが緩やかだから結構人狼サイドもこれ余裕持ってやってるな。タスクちょっと多いのかな。いや仕事めっちゃちょっと、あ、タスク終わってで、リアクターのとこでなったじゃないですか、さっき。はい、はいはいはい。で、浦さん一人やったから、あれ一回戻ってきたんですか、やらんと。あ、俺ですか。はい。いや、俺普通に、みんなもう仕事終わったから、ついていった感じです。いや、あの、リアクターのとこですよ。直しに行った時に。あの、浦田さんが一番最初にいたんですよ。あ、リアクター、はいはい。あの部屋に。そうです、そうです。あれはなんで、あの、なってたのに待ってて戻ってきたんですか。一回部屋に出ようとしたんですか。戻ってない、戻ってない。あの、真ん中のところで誰か来るのを最初に待ったんですよ。あれ、二人でやるのって意味ないから。あ、まあまあ、確かに。一人来るの待って、殺されるのも嫌からってことで、あの位置取りでした。あー、なるほど。で、一人青い人が来たのが見えたんで、あの、はい、僕は上一緒にやってました。はい。あ、ちなみに、タスク、今これ、会議中にしか見えなくしてるんですよ。あー、だから上昇とか。そう、だから試合中は溜まってます。あー、なるほどね。じゃあ、それでは判断できない。たぶんあと2個、助けに終わりました。あと2個です。僕も終わりました。じゃあもう、あと誰ですか、クラッツさんで自分は出すから。じゃあ、俺のについてきてもらっていいですか。クラッツさん全員ついてって終わりで。うん、まあ、タスク終わりで良さそうっすね。かぶらんようにしましょう。そうですね。はい、じゃあ、クラッツさんにみんなで。ドラさんちょっとなんか。大丈夫なんで俺歌うんですか。いや、僕はあれが仲良くしましょうよ。初めましての人も多いんですが、ちょっと緊張してますって。え、うららさん質問あるんですけど、はい、あ、どうしました。つっちさんのことつっていいと思います。え、でもむ、いや、めっちゃ黒くなりますよ、その発言。しかも、坂さん怪しいんですよ。だって別にこれ、あとクラッチだけだから、みんなでかぶないようにタスク終わらせたら勝てるのに。いや、違うんすよ。なぜここで釣ろうとするんですか。違うんすよ。ツッチさんを疑ってるんじゃないですよ。あの、うららさんの反応を見てるんですよね。あ、俺なんすか。あ、俺なんすか。釣っていいと思います。え、いや、まだやめた方が、うん、勝ってるんで。あ、そう、あ、じゃあやめておきましょうか。じゃあ僕勝つやつでいきますね。じゃあ やめておきましょうか。やめておきましょう。そこはね、怖っ。仲良くしたなぁ。怖っ、怖いんやけど。怖いな、ほんとに。いや、これおもろいなぁ。釣っていいと思いますって、これおもれぇなぁ。結構わかりやすいわ。アレル土、アレル土。おー、殺さなかったなぁ。今絶対殺すと思ったんだけど。なんか今の反応受けない。あ、はいはい、見ました見ました。うらら、うららさんが言いました。はい、これも見たぞ。俺はこれね、これね、完全にうららさんです。やっぱ腰にしとったのに俺は。いや、マジか、ツッチーさんか。分かりやすい。違う違う、これあれっすね、アレルさんも多分怪しいと思ってますよね、うららさん。そうそうですね。これね、完全うららさんです。やっべ、俺ずっと見たもん。
やっぱかった今。うわー、浦田さん。それ逆に怪しいですよ。浦田さん。何が？逆に怪しいですか？いや、逆にってか私は感情のままに楽しんでるだけで、今のはちょっとやばかったー。いや、まさかそんなことするとはと。いやいや、この今その浦田さんので、みんなが、あ、近くって多分思ってないですよ、この空気。わかります浦田さん。じゃあもうこの、あの、喋りとかでもいいんで、もう投票しましょうか。行きましょう。せーのでみんなでもう行きますよ。わかりました、わかりました。せーの、ポン。はい。はい、どうですか？あれ、あれおかしいな、あれ。なんでクラッチク入れてる。あれ？あれ？クラッチク？じゃあ、分かってる分かってる。もう浦田さんに入るの分かってたから。これもし、おらんかったら、おらんかったらこれ、クラッチさんから。なんでや。なんでや。なるほど。え、ノンキーさんだ。おい、何もして。